イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘休止は、日本時間今日午後に6日目に入りました。アメリカの NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は28日、さらなる戦闘休止の延長を支持すると述べました。イスラエルとハマスの戦闘休止は、日本時間明日午後2時で延長された2日間の期限を迎えます。カービー戦略広報調整官は、ハマスが拘束する人質全員の解放を望んでいるとした上で、これまでの2日間の戦闘休止の延長に加え、さらに延長するのであれば支持すると述べました。また、G7 主要7カ国の外相は28日、戦闘休止によりハマスが拘束する人質の一部が解放されたことを歓迎し、残る全員を無条件で即時解放するよう求める共同声明を発表しました。